クラッチブーケラウンドブーケに見えるが、茎がある、アームブーケ1942年ティアドロップブーケと、ブートニア1914年ウェディングブーケとは、結婚式で花嫁が持つ花束である。ウェディングドレスを汚さない生け花で構成されており、映画やテレビドラマ等の撮影で長時間使用する場合は、プリザーブドフラワーやリアル増加が適している。ある時代に、 男性が女性に花束を渡して、プロポーズを行い、女性は結婚を受諾する返事として、その花束から一輪抜いて、男性の服に刺した動作が、後に結婚式で使用するブーケとブートニア、ブートニエールとして定着した、と言われている。しかし、情報の伝達が遅い時代において、この動作が言い伝えとして残り、さらに結婚式に使うアイテムに結びついた流れが、謎である。 日本型バレンタインデーやホワイトデーのようにどこかで何者かが企画したことで広まったとも考えられる。自作は未経験ならばやらない方が良い。結婚式前日に組み立て当日の夜まで形を維持させることにはノウハウが必要になる。アームブーケならば花屋に質問すればできるが貧相に見えないように工夫が必要になる。季節によっては販売されていない花がある。 ありがとうございます。